こんにちは、谷崎テトラです。新潟県の関川村というところに来ています。関川村で雑穀農家をしている大島農園の大島勉さんにお招きいただきました。旬の山菜採りに来ました。この関川村というのは新潟市の北東に、山形県に近いところですね。村のほとんどが山森ですね。村の 70% 以上が国有林だと言われています。荒川という一級河川があって、日本一綺麗な一級河川の一つって言われてるんですね。この荒川には鮭とか桜マスとか鮎をはじめ、ヤマメやイワナやカジカなど様々な水生生物が生息しているんですね。その一方でたびたび氾濫する暴れ川としても知られていて、川の主である蛇の伝説なんかも残っている場所ですね。この流域には豊かなブナ林が残っていて、縄文の頃から変わらない風景だと言われています。今回はその森の中をめぐって山の幸、山菜をいただきます。こんにちは、テトラです。テトラノート全然更新してなかったんですけど、今日はキコさんと、ゆるく転ばしてます。そうですね、ここは関川村というところに来ております。ちょっと偶然ご一緒して、一緒に山菜採りをしております、一応 YouTuber 同士ということで一応なんとなく一緒になんか撮ってます。どうぞ。私の YouTube にもテトラさん映り込んでるのでチェックしてください。よろしくお願いします。関川村の野人、小池と申します。野人なんですよ。野人なんですよ。普段お仕事何をされてるんですか。今、最近めでたく、無職になりまして、年金暮らしが始まりました。ずっと関川村で生まれて関川村で。そうです。そうですね。どんなお仕事されてるんですか。動物の飼育ですかね、そっちの関係が。鶏から何からやってました、なんか高匠みたいな仕事かななんて言ったんだけど、それのなんか、それは調教はできますけど。調教やるんですね。調教はやるけど、高匠じゃないです。高匠では、高匠っていうのはまた日本の伝統ですけど、伝統の それとはまた違ったイギリスで、の方で勉強しましたね。すごいですね。そういったことで、じゃあ動物とかに関して知識とかを得て。で今は引退してこの関川村で、畑、家庭菜園ですね、家庭菜園ちょっと規模が大きいんでちょっと大変だなぁなんてやってる。片栗でまだ葉っぱ食えるよ。空気も、今大島さんが来ました。こんにちは。はい、上場味噌をいっぱい取れました。上場味噌、これ何に使うんですか。これは叩いてネバネバが出るのですごく甘くて美味しい山菜として有名です。後で食べましょうね、お昼に、ね、じゃあお昼に後で食べましょ う, ありがとう。よし、じゃあ続けてルンルンハイキング。はい、続行です。あっという間にあの状態になります。シシウド、はい、で薬草ですか。これは薬草です。秋に根っこを掘り上げて干して、お茶と言います。もみじのような葉っぱだからもみじ傘。これ高級なあの蕎麦屋さんとか行くとこれがちょっとついてるってやつですね。すごくザ山菜な香りですこれ。でこれをここにあるってことは必ず親の木がね上の方にあるんですね。で親の木はねあんま取らないです。もう種を落としてこういうわけね。親は崖崩れと一緒にこの辺にまだ居座ってもらえる。でもこれしかないね。ここで子供はでもいただきましょうか。はい、はい、じゃあこれ、じゃあもう一回切ってください。これこの辺でじゃあトイチさんこれ、ってことはこの胸を編んだのかっていうふうに思うわけですね。で大概水とこの、もみじ傘っていうのは同じようなところに住んでます。沢の一番こう集積した陽気なところにタブロしてるっていう感じなので、この上流は疑わしいわけですよね。これが上場味噌。上場味噌。どんなのに使えるんですか。酢の物ですね。生で刻んで。すごい。上場味噌。茎の頭が花が咲くってちょっとこんな直前って感じですね。こんな感じになるんだ。
え、卵を産んで生まれたの？産んで疲れちゃったな。あ、待って、今交尾中じゃない？ここ今え、交尾、え、あ、下にもいる。あ、すごい交尾してる。ね、交尾してる。ごめんなさい、交尾中に大変申し訳ございません。3匹3匹で3匹で卵だよ、全部1匹にオスがね、2匹で三角関係で今そうです、ね、トラブってんのね。自然界もね、人間界も変わらないですね。オスがね、体がちょっと細いんです、うん、へー、すごい、初めて見た。あなたたち、ここ耳のとこにあるこの出っ張り、うん、ここがまあ独占になってまして、うん、あ、そうなんだ、うん、すごい交尾中にめちゃくちゃ、うん、ガマの油でしょ。そう、ガマの油ってのはここから、はい、あの二枚貝の殻で挟んでブチュってあの白い毒が出ます。そ、ね、はい、れを集めて干して、はいはい、薬にするんです。これはあのみんな卵です。これからどんな感じを迎えるんですか。これ中からあの真っ黒くてね、はい、非常に小さいあのオタマジャクシがびっしり出てくるんです。でもこ、あ、すごい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 、これ卵がすごい、卵一生懸命だね。いや、そうだよ、嬉しいですよね。非常になんかおとなしい。いや、だいぶ減っちゃったんですよ、山が荒れて。姫、ごめんなさい、姫さゆり、姫さゆりって言うんですね。これが減って、これも野草、薬草ではなく、うん、もう山菜としてだと、はい、綺麗な花咲くんで、やっぱ、うん、山を荒れて減ったのと、人が持ってて、うん、観賞用に持ってて減るんですよね。観賞用にも使うんですね、はい、へ、まあ、マニア、山さ、山野草のマニアの、うん、まあ、コレクションとして人気があるんで、うん、へ、減っちゃった。うん、だんだん、そういうのね、山菜って基本的に誰もが勝手に取っていいわけじゃないんですか、それとも取っていいんですか。いや、それはダメですね。ああ、そうなんだ。はい、国有林といっても、うん、まあ、国有林であればあるほど、うんうん、あるからこそみんなのもんなんで。なるほど。他の誰もが取れないような乱暴な、うん、まあ、まあ、減らしてしまうような取り方するというのは当然許されない、道義的にもね、うん、許されないことですのでね。今こうやって歩いてるこの森はじゃあ国有林っていうことですね。ここは国有林ですね。で、そこでまあ僕たち、まあ、皆の共有物であるから来て、はい、というようなことになってる。そうです、ね、はい、絶やさないように、絶やさない程度に取れと、うん、その芽を取っても、まあ、根をちゃんと残して、うん、それがなくならないようにしてるみたいなことをする。芽、ね、も全部は取るなと。うん、なるほどなるほど、うん、それでまあ良識持って、まあ、ねえ、やってほしいですわね。やっぱめ自然の恵みをいただくという、分けていただくみたいな感じですね。なんか商売でやっぱりそうやってね、あの、うん、注文を受けてやってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう人ってどうやってやってるんですかね。それはまあ見つからないようにやる。それはじゃあダメなんですよ。それダメ。もしくはこの自分が山を持ってらっしゃる方がやってるって。まあそれは自分の所有物ですから。なるほど。それは自分のもんである限り自由です。うんうん。当然。やっぱでもこう観光客がこうわーっとやってきて、うん、こう山に入って、ね、こうどんどん取っちゃうみたいなことが今起きてったりするんです。あれは本当はいけないことですよね。やっぱ乱暴な取り方をする人とかもいますかね。法的にはどう、うん、どうなんかな、まあ、窃盗に当たるかもしれませんよ、うんうん。まあ、やっぱ最低限のマナーみたいな、マナー、山の勝負じゃないですかね、うんうん、法的には詳しくはないんだけど、うん、実際全然取れなくなっちゃうもの。なるほどね。やるとじゃあこういう国有林なんかでもこうやって僕たちがこうやって入ってきて山菜ちょっといただいたりするとき、まあ、気をつけなきゃいけないことっていうのをなんか、まあ、絶やさないように取れと、そうなのに取れと、うん、はい、小さいのは残す、うんうん、芽は、あ、木であれば芽を全部か、うん、摘むんじゃなくて、うん、あの下の方の小さい芽は残しておくとか、はい、なるほど、そういうことはちゃんとやっていかないとね、うんうん、なるほどなるほど。本当に次に来た時には自分も困るわけですからね、うん、つまらんです、うんうんうん、まあ、これハリギリ、うん、
こんなとこにもハリギリなんてあるんだけど。ハリギリ、これはどんな？これは山菜で、まあ、天ぷらやなんかにして食べてますけど、はい、こういうのを取っちゃうと弱いから、うん、木が大きくなれない。うん、こういうのは見つけても取らんで残しておくと、うん、いうことを、まあ、守っていかないと。じゃこれ取って帰っちゃいかない。いや、そう、これは取るべきじゃないです。あ、そうですか。大きくなってもっと芽がいっぱいつくようになってから、うん、なるほど、少しというような、はい、考え方で、はい、山菜取りはやってもらいたいですね。はい、じゃあこれ、なんていうやつでしたっけ。これはハリギリ。ハリギリ、じゃあ今回見つけましたけど、これを残していきます。はい、ハリギリっていうか、まあ、千、はい、この辺では千、山菜名は千です。千っていう、はい、千の木。千の木っていう、はい、なんかちょっと素敵な名前ですね。なんで千っていうのかわかんないんだけど、標準和名はハリギリです。はい、ねえ、こうやってあちこちに吹きなんか、これからもうちょっと遅く来ればこの吹き取れたんですけどね。あ、吹きが今どれかな。うん、これこの大きい葉っぱのやつですね。そうですね。これこの吹き、うん、今はもうちょっと太くなりますからね。太くなったら、はい、まあ今はもう少し残しておくって感じなんですね。はい、この下の方がこう赤みを帯びてるのがこの水吹きって言って山吹きの、はい、山の吹きの、まあ、特徴です。はい、非常にシャキシャキして歯応えがいいので、人気あります。なるほど。新一郎さんっておいくつでしたっけ？68になりますね、もうすぐ。はい。もう生まれてからずっとこの関川村。まあ6年間東京にいましたけどね、途中。東京でどんなことをされてたんですか？まあ学校4年、大学は4年ですけど。あと大学時代で何を学んでたんですか？農学部ですから、うん、それ専攻は昆虫学です。あ、昆虫学が専門なんですか。はい、じゃあ例えば昆虫どんな、あの、まあ、ミツバチ。ミツバチの専門家もしかして、うん、まあミツバチ、私が扱ってたのはテントウムシですね。テントウムシとミツバチって近いんですか？まあミツバチの場合、はい、まあオスっていうのが無駄なわけです。ドローン、まあ、怠け者という意味ですよね。ドローンという意味ですか。でその人工的に巣を操作することによって、はい、オスバチを作ることができるんです。すごい。そしたらそのオスバチのさなぎをフリーズドライして、はい、まあ、粉にします。はい、でそれが人工飼料になりますね。そういう研究されてた。でそれがあのテントウムシ、肉食性のテントウムシの餌になります。はい、でそうなんですか、全然知らないんですけど。テントウムシっていうのが、はい、普通アリマキっていうかな、アブラムシっていう、はいはい、まあ、植物の新芽を、はい、まあ、吸ってダメてしまう虫の天敵なんですね。はい、だから農薬の代わり、まあ、生物農薬って言いますかね、天敵農薬というか。なるほど。あの農薬を使わずにテントウムシを使って害虫を駆除するための、コントロールしようとするという、そんなことをやってましたね。そうなんですね。はい、その道にずっと行かれたわけじゃなかったんですか？なかった。途中で飽きて鳥だの、はい、獣の方に興味いっちゃって。テントウムシから鳥とか獣に行ったんですか？でそして、まあ、動物屋勤めてって感じでしたね。なんかね、タカとか猛禽類を扱うお店をされてたって、そうです。それを、まあ、育成されてもいた。そうです。育てていて、はい、黒とかを育てたりしたってことですか？黒も扱ってますね。ワシとかタカとかってね、育ててはいけなそうな気がするんですけど、はい、日本では一切禁止です。うん、それがだからそれが可能な、外国から輸入するか、はいはい、あのそれをし、はい、人工繁殖したものを、へ、まあ、使いますね。そういったものを育てて、まあ、販売するようなお仕事を長年されて、まあなんとか、あの頃まだ繁殖が難しかったんですよ、うんうん、野鳥の繁殖が、はい、あの頃というのはもう40何年も前、40年ぐらい前、まあ、確かに。でそこから、まあ、今度はね、やっぱり長男なもん、田舎の長男なもんだから、はい、帰ってこいって言われて、結局それで帰ってきましたよね。
飼育技術っていうのは持ってたから、うんうん、やはり今度は畜産だ、はい、養鶏だっていうようなところ の,、はい、あの 育成ですね、はい、あの雛育てたりっていう、はい、そんな仕事をずっと今度やってました。なるほど、そして今は野人っておっしゃってましたけど、そう今晴れて野人ですね。はい、はい、取れましたか？取れましたよ。こんなにいっぱい。すごい綺麗。はい。もみじがさ。もみじがさ。めっちゃ美味しいよこれ。キコちゃんわかります？お名前を一個ずつ教えて。これがよもぎ。もぎ。あれです。もみじがさ。全然違ってるじゃない。もみじがさ。もみじがさ。これが片栗。これが吹きで、これがなんとか人参、山人参、それは上場味噌、上場味噌、これは山あざみ、沢あざみ、そしてこれ甘どころ、甘どころ、あれ片栗って葉っぱを食べれるんですか？食べれますね。片栗粉はこの根っこなんですよね。はい、今日の収穫はこんな感じですね。基本全部湯がくんですけど、これちょっとアク抜きしなきゃいけないので、まずは水ですね。水っていうか上場味噌、うちら水って言うんですけど、これいいですか？葉っぱがこうついてるので、この関節だと思ってこれを葉っぱ取るとスーッと皮がむけるんですよ。この皮がいらないので、またこの葉っぱに沿ってで、葉っぱもいらない？葉っぱいらない。茎だけ。まあ、あげても茎だけ食べれますけど。で、そうしたらもうこれで湯がいて、完成。食べる。オッケー。これじゃあその係。はい。じゃあできる。そして後の下処理はね、実はいらなくて、ただ湯がけはいいもの。あ、そうですか。この辺は全部湯がく。この辺はちょっとね、またアクがあるので拭きは。アクがあるやつは一回アク抜きをします。また下処理が必要ですね。はい。そして。ということで、このあと、まあ、普通 YouTuber だったら食レポがあるのかなと思うんですけれども、食レポは残念ながらありません。でも美味しくいただきました。今回の模様はね、水原希子さんの YouTube でも紹介されていると思います。ぜひそちらの方で見てみてください。ということで、こちらからは以上です。また次の動画でお会いしましょう。